皆さん、こんにちは。ゆずきゆかりです。今回は、トレインシムワールドをプレイしたいと思います。日本語非対応で、操作方法もよくわからないので、チュートリアルをやっていきます。それでは今日も、発射、往来。運転するのはパルトレインの F40PH 型電気式ディーゼル機関車です。このチュートリアルでは、乗降扱いと、緊急停止からの復帰を行うようです。早速機関車に乗り込みましょう。A lot of time will be spent in the engineer's seat.The locomotive's auxiliary systems are now ready to be energized. エンジンランスイッチと制御燃料ポンプスイッチ。これは発電機ですかね。Give a quick glance of the platform to ensure all is safe, then unlock the doors. ホームの安全確認後ドア扱いですが、完全に忘れてましたね。乗降扱い終了まで待ちます。It's time to get going. Set the doors to locked. ドアを閉めます。The reverser is used to set the direction of travel. リバーサーですね。ハンドルをセットして前進にします。The automatic brake is used for normal line operations. 通常使用する自動ブレーキですね。ブレーキを解除して、カットオフをインにすると。Increase the throttle to start moving. Do not apply too much power too quickly. これでスロットルを入れれば走り出しますね。もちろん、最初からフルスロットルはダメですよ。動き出しました。With the train now moving, use the throttle and the brakes to reach and maintain the indicated speed. スロットルとブレーキを使用して指示速度を維持するんですね。ちなみに、今はマイル毎時表示でやっています。外からの視点もありますね。そういえば、最初の紹介文にあったように、この2階建ての客車は日本車両製だそうです。日本製の車両が海外でも活躍してるのは嬉しいですよね。それにしてもスイッチやらレバーがたくさんあって何が何だかわからないですね。線路が4線あるのに開けた感じですね。ディーゼルで架線がないから空が広く感じるのと線路が標準機だからですかね。Coasting is a method used to efficiently maintain. 蛇行運転の説明ですね。To operate the brakes, move the handle into service to achieve the desired pressure or braking rate, and once a desired pressure is reached, move the handle into lap to maintain it. ブレーキのかけ方ですね。Move the handle back to release to reset the system. ブレーキをサービスにするとブレーキ圧が上がり、いい圧力になったらラップで圧力維持、リリースにするとブレーキ圧が抜ける、そんな感じでしょうか。この機関車のような空気ブレーキって結構苦手なんですよね。なので止めるのが下手だと思いますが、多めに見てください。
Apply a small amount of brake force to achieve a comfortable, safe stop. そろそろ駅ですね。ブレーキをかけていきましょう。あ、ハンドル回しすぎちゃったかな。あ、非常入れちゃった。あ、うん、かなり手前で止まってしまいそうな。機関車1台分しかホーム入ってないんじゃないですか。え、いいんですか。ここでドア開けちゃいますよ。できれば停車位置直させてください。全然ホーム入ってないじゃないですか。乗降終わった。みたいなのでドアを閉めます。Now try operating the train to the next station without instruction. Be aware that an emergency stop will occur before reaching the next station. 次の駅までは操作指示がないようです。そして途中で非常停止があるみたいですね。アメリカの鉄道車両のこの鐘の音いいですよね。アメリカではホームや踏切等で注意喚起のため警笛とともに鳴らされるようです。アメリカの鉄道は頻繁に警笛を鳴らすイメージありますね。アメリカだと踏切は警笛を鳴らしながら通過する決まりがあるようですね。非常ブレーキがかかりましたね。To recover the train from this situation, the controls must first be reset. 非常停止したら制御をリセットして復旧させるみたいです。Use the independent brake to hold the train while air for the automatic brake is recharged. 自動ブレーキの空気圧を貯めるため、単独ブレーキで止めておくようです。The train has reset, so it is possible to get moving again.これで復帰できたようなので、運転を続けましょう。リバーサーを前進へ。単独ブレーキを解除して。Return to line speed as before and get ready to stop at the next station. では、発車して、次の駅へ向かいましょう。動画の最初で、この機関車を電気式と言いましたが、ディーゼルエンジンを使用する機関車には、エンジンから、
車輪に力を伝える方法でいくつかの種類があります。電気式はその一つで、ディーゼルエンジンの動力で発電機を回し、発生した電力でモーターを回し走行します。簡単に言うと、皆さんがよく見る電車は架線、つまり電線から電気をもらって走ってますが、電気式ディーゼル機関車には小さな発電所が乗っているので、そこから電気をもらって走っているということです。ちなみに日本では北海道、愛知、九州で走っている DF200 型非電化の貨物牽引や JR 九州に配備され始めている DD200 型が電気式です。電気式の他にはエンジンからクラッチ、変速機を介して車輪を動かす機械式、これはマニュアルの車と同じですね。動力の伝達に液体を介する液体変速機を使うのが液体式と言います。こうしてみると単に機関車といっても様々な仕組みがあって面白いですね。駅が近づいてきたので、スロットルを戻します。Remember to apply the brakes early and gently so as to provide a comfortable ride for passengers. 乗り心地を意識して緩やかにブレーキですね。結構強めにかかっている気がしますが、まあいいですかね。またこのままだと手前に止まりそうですね。どのくらいの圧力でやればいいのかまだよくわかりませんね。ギリギリ止まらなかったので、このまま停止位置まで進みましょう。まあ、なんとかホームには入りましたね。まだまだ練習しないとですね。Good work. That concludes all the basics of this locomotive. More details on the controls of this locomotive can be found in the manual. では、ここまでとします。ご視聴ありがとうございました。